演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら4分の1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 分の
思うかな。一時これは生で食べてるこれ、食いって言ってるかわからない。たぶん名前は聞いたことある。噛むと甘さがじゅわーっとくる。これがドライフルーツの真骨頂ですね。本当、これで体にいいなら言うことなしです。デーツは大粒に食べ応えもあり、上にしたり酸っぱいのあるのか、意外と甘さもあって満足感があるんですよね。なので、こちらの商品も、ね、結構ドライまるで欲しいだけのような感じなんですけど、今は瞬間に気づくなのかなって中にあったような気がして、とっても欲しかった。俺も髪を変えましたね。で、このドライクラムレーズは一気に飲みたい方には向いていますね。口に入れて噛んだ瞬間に甘酢からブワーッと広がってきて、その中をすっきりさせてくれますね。そして最後のレーズン、これはまあ割と色酸素とかにいろいろ入っているような、いわゆるレーズンブドウの甘みがしっかりと口の中に広がってきて、でいずれも食べ応えがあって満足感が得られましたので、小腹満たしには最適かもしれません。では続きまして、チャンネル登録よろしくお願いします。ジャイアントコーンをいただいてみます。こっちが塩味、こっちはチリ味、ではチリ味いわゆるコーンスナックとはまた違いますね。サクサクではなくバリバリ、これもまたいいですね。お腹も満たされます。チリ味はとにかく辛い辛いというような味ではなくて、程よい刺激になって食べやすい味でしたね。なので辛さを求めてきますと、この味はありませんが、そこまでは求めない方にはおすすめできますね。こちらの塩味、これはもういわゆる塩味として予想すべきようなさっぱりとした味ですね。ポテトチップスのような味なので、おやつや調べる分にはこちらの方がいいかもしれません。どちらもかわいい、これまた噛み応えがあって満足感が得られましたので、小腹が空いた時にはこれまで良さそうですね。というわけで、業務スーパーのナイフルーツとジャイアントコーンをいろいろ食べてみましたが、噛み応えがあるって満足感が得られていいですね。さらにこんだけ食べたらまずいんでしょうけど、1袋ぐらいになるダイエット中のつまみにもおやつにもいいかもしれません。個人的には最初に食べたデーツが一番美味しかったので、なんか最初に食べたやつばっかりに評価しているような気がしますが、まあ、こちらも点数とさせていただきます。そしてジャイアントコーンはソルト味の方がさっぱりしているゼロものみたいなので、こちらも点数とさせていただきます。とても美味しかったです。また業務スーパー商品食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画を見ていただけると嬉しいです。演武永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。